はいどうもピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロロコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ YouTube からですね依頼が来まして、実況者様への挑戦、1枚のコイン一発でいけますよねって書いてるんですよね。ただみんな見てほしい、クリアした人見て、一人だけ左のですね、ペテルギウスっていう方だけなんですよ。これね、相当難しいんじゃないかな。クリア率も 0.5% 切ったら難易度もぐんと上がるんですよね。ただ私、一発マリオのもうテクニシャンですから、一発でいきたいと思います。いや、これフラグじゃないよ。マジでペテルギウスさん抜くよ。ペテキングになるよ。さあ、コインを1枚取ってからゴール。どんな感じなんだろうね。待って上がってくるとか聞いてない。さあでも分かりました、チョビジャンからの壁ジャン。うわ無理くせ、これギリギリで取れないかな、こういう風に。やったいや見たこれこれで私ペテキングだね。しかもタイム更新しました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のトロールコースはですね、このコース、ダミータウン USA トゥーマイのオーストラリアメイツ絶対違うね。トゥーマイの、お、もういいや。ダミータウン、偽物の街ってことかな？アメリカの方だね。いや、それじゃあ早速、うわ、ここ初見殺しありそう！ナイス！オッケー！たまれな、花。花って叫ばせてみろ、私を。こっちで合ってるでしょ、きっと。それじゃあ次。あ、やべえ入れんやべえ入れねえぞ、こっちは。うわ、左が正解なパターンかな、ここ。これなんだろう、これ一キャップっぽくない？いや、コインか。コインはまあいいんだけど、一旦ね、このオンオンをしてすぐ左、こっちで合ってるね。よしよしよし。そして次はこの子を踏みます、こんな感じ。そんな引っかかり方ある？じゃあこの子も無視しといて。あ、待って、やべえ、ミスった。いや大丈夫、こっから生きるよ私。こう、うまい。おお、なんか取れたし、やったありがて、これ下行ったらダメなパターンじゃないの？一旦こっちまで行って、うわ下行く。いや合ってる合ってる合ってる、ほら。うわ何この矢印、今回はあれか、あの隠しブロックとかも結構使ってくる感じかな。うわずるそれはないぜ。この下なんかあるんだろう、こっちが正解パターンありえるんじゃないの？いやなるほど、だからここ一旦チビ状態で靴を取る、そして下に行く感じだと思う、こういう風にね。ね来たでしょじゃあここは走っていこう、走ってって、こう、あれ、トゲゾウを守ってこなきゃいけないみたいな、そんな感じかな。じゃあここは一旦大砲を持っていく、そしたら、だからなんだよ。あのね、僕ね、トロールコースをするにあたってね、やっぱり好きなスキンっていうのがあるんですよ。いやシャレじゃないからね、マジで好きなスキンっていうのがあって、やっぱスーパーマリオブラザーズ3のスキンとスーパーマリオブラザーズ、この2つがやっぱ一番好きでね、やってるんですけど、トロールコースするんだったらやっぱその2つのスキンがね一番面白いと思うんですよね。どうどうじゃねえよ死んねえよそんなこと。でここでパックに当たってジャンプ、よっしゃ。で右、よし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 、いや絶対こっちで合ってる。そんでこのまま上行こう、ジャンプジャンプ、よし、オッケーオッケーオッケー。このボム兵は何だろう、あら、ここも大砲連れてこなきゃいけないんじゃないのかな。そして右上にジャンプして上がるみたいな、この下にある大砲があるじゃん、出てくる大砲、この子と共に行く、多分そんな感じだと思うんですよね。ちょっと行ってみていい？いや絶対違うこうやって踏んでいけばよかったんだ、絶対そうじゃん、あの大砲の意味ないやん。いや、こういう風に行くんだと思いましたけど、いや、大丈夫、靴ないでも大丈夫、大丈夫くせえ、ここは何もしないで大丈夫だよ、きっとこっち開くから絶対に。ほーら、分かってる分かってるじゃあここ上上がりましょう。で、ここで、あら、なんか出るんじゃないの、ここ一旦オンオフしたら何か来るでしょ。 P スイッチ、 P スイッチを左にやって踏んだ瞬間に扉入るみたいな感じかな。ちょっとそれで行ってみようか。だから
ピースイッチをこれで開く。やられんの？え、こっち合ってんの？ちょっと待ってね。あ、持ってた。持ってここで上を尻尾でドアに入る。よし、そういう感じだったね。うわ、やべえ、怖い。いや、待って、これ何もしないでいい。これ左に渡れないよね。一旦右壊してみる。はい、じゃあ次左壊してみるね。怖いか、これいけんのかな。だってさ、もうここバーがあるから、もういけんやん、下に降りるしかないやん。いや無理でしょこんなの。左に行ったらさ、なんかさっきと違うパターンなんじゃないの。オンオンして持つところまではいいんだよな。こっからドアに入る。こっからだよね。こっからすぐ左に行けばいい感じか。オッケー。そしてここでオンオンしてすぐ上。よし、ここはトランで行ってみよう。ここにね、あれがあると思う、土管が。うわ、土管ないよ。あ、土管あるわけねえか。絶対ないよね。あ、待って、あ、待って、あ、全然じゃねえか。じゃあここ靴いるよきっと。この靴を履いてここでヒップドロップしてた。なんで。それじゃあここで右からはヒップドロップできなかったんだよね。なんか狭いのかな。こっからヒップドロップ、よし、届いたね。そして次はね、うわ、何ここ、左もなんかあるしさ、あの針に乗れることを信じてもう一回ジャンプ、よっしゃ。でここでヒップドロップかまします。なんで、あれできない。うわ、どうしよう、上行ってみよっか。うわ、上行けないな。ちょっと待ってね。あ、はい、いや壊れた。あんね、ここ P 動画あるじゃん。この P のところに戻ってくるんじゃない。なんで一旦ここでさ壊すでしょ。そしてジャンプ。なんで今度は足場ないのよ。でも今見えた、下にバネがあったことをね、私見逃しませんでしたよ。なんでここで一旦左行ってジャンプでビヨーン、きた。で次は、あー、どうしようどうしよう、これどこがいいの。ここにします、ここが正解。どうなる。あおかしいやろそれ。いや、あんな1個のところに金魚来る、普通。待って、ここどこが正解なんだろう。一番左寄ってみていい、ここ。じゃあ次一番左寄ってみるね。大丈夫、なんでよ。ここで大丈夫だね。ここ先ブロックだったもんね。大丈夫、いけるよ、信じる。やった、危ねえ。バカめ。でここは一旦右に行ってみるね。はい、うわ、勝ったよ今日。今日勝ちました。あれ。ごめんなさい、負けました。大体僕さ、なんか成功した時にさ勝ったって言うじゃん、何あれ。ちょっと自分でもよく分かんないんだよね。それじゃあここは右行ってこのドアに入れる。よし、そんで、うわ、どうしよう、左抜けるべきか。ずるい、そんなの。これはどうすればいいのよ。一旦上見てみるで。分かった、右になんかあるよきっと。なんで右に投げてみるね。いけ、ほら、てん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 。それじゃあ、あのドアに入った瞬間ね、デカメットを右に蹴る。それで合ってる、右。よし、なんて違うの。ねえ、わかった、ここに土管がある感じでしょ。あるわけねえだろそんなの。今まであったかそんなこと。じゃあ次左に蹴ってみるね。こっちで合ってんのか。合ってる、いや待って、大丈夫今の、パウ持っていかないけんパターンじゃないの。あ、いや合ってるっぽいね。ほら、瞬間ポイント。いや、下行く、下行きます。なんで。これは完全に50分の1でしょ。絶対上で合ってるよね、今度こそ上で合ってるよね。やった、危なっ。え、大丈夫。いや、なんで中間ポイント取ってないの。おかしい、おかしいよ、このゲームおかしくできてる。うわ、ここ信じて行ってみる。いや多分ね、これが正解だよきっと。ほら、やったぜ。そして次は真ん中かな。じゃあ真ん中が正解なんじゃないの。来た、いや上だね。
捕まっておこう。よし、うわー、よしじゃねえ。じゃあここは何もしないでいいのかな。上に捕まったらダメなんでしょう。だってこれでいいよね。よし、そんでこのドッス、なんか面白いギミックをね放ってきそうなんですけれども、ジャンプしよう。こっちに来いドッス。いや来ないね。じゃあこいつ、はなー、何もしないでいいってことこれ。あ、待って、このキノコはいる臭いよ。こういう感じじゃないのかな。そしてこのハテナブロックは多分何もないと思うんだよね。でここで分かった。いやー待って、いや分かってたんだって。ワイヤー取ってジャッカマンする感じだと思ってたんだって。何この死に耐久。そしてすげえめんどくさいんじゃないの。ちょっと待ってね。うわ、右からも左からも出るじゃねえかファイヤーが。いや、あ、出たパターンありえる。こっちが正解なんじゃないの。何ここ。え、このままゴールまで連れてってくれるっていう、そういうパターンはないよね。なんだってこれは、面白すぎでしょ。戻されたし、何ここもう。いや待て、さっきと違うパターンを期待しようね。さっきと違うやんか、言わしてくれ。それじゃあここはドッスンが右に来る前にすぐ下に行く。これで合ってるんじゃないの。そしてチャッカマンする感じでしょ。来た、チャッカマンの時代が。いきます、チャッカマン、チャッカチャッカチャッカ。うるせえ。じゃあ次は、え、違うパターンこれ。え、待って、降りていい、大丈夫だよね。うわー、いない。いや、なんかある、なんかある。来た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 。で、ここで一回当たりたいんだけど、当たりたいんだけど、どうすればいい。当たりたいよー。あれだね、ここでちっちゃくなっておかなきゃダメっぽい。もう一回当たろう。もう一回当たってチビになっていける、そんな感じでしょ。やったー。これ何、なんもないのか。じゃあこの青い土管入って、次は上に行けばいい感じだね。でもね、あの P を押すか上に行くか、どっちを信用しよう。 P の方行こう。そして右、いや合ってんじゃない、こっち何もなかったってことは。なんかすごい P の音が聞こえる。やばいぞこれは。これはどっち、色が分かんねえ。分かんねえ、どっちがキノコ。こっち合ってる。で右、やった。待って、うるせえ。これは一気アップか。どうしよう。あ、この黄緑っぽいのがキノコだね。なんで。ここは P を踏まんでいこう。そうした方が絶対に行きやすいんだと思う。でここで左のこのキノコ取って、うわ、 P 踏まないかんやん、ここ。うわ、マジかよ。 P 踏んで、あ、戻れるのがまた優しいな。いやでもキノコもうなくない？あ、復活してる。で、これさっき右だったよね。黄緑の方がキノコ。どうやって入れ替わったのかちょっとわかんないんですけど。で、ここで一旦キノコ取った瞬間、すぐジャンプ。よし！いや、大丈夫！まだ間に合う！まだ間に合うよ！間に合わんよ！それじゃあここで速攻で、多分下に行かなきゃいけないと思うんだよね。なんで、一旦このちくわブロック落としておいて、キノコ取ってジャンプ。そう！で、この状態ですぐ下に行こう。で、右、なんでよ。あれ、はゴールしてる。え、なに今の、どこにゴールがあったの。いや、めっちゃあれだね、めっちゃめっちゃだね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。